やっと初日を迎えることができて、今ちょっと乾杯やってるところなんで。ああどこかなと思ったんだ。そしたらさ <laughs> 島大輔の娘だっていうから。あのキャッチコピーがですね、蹴りをつけてやるだったでございますが。まあやっと初日を迎えることができて、今ちょっと乾杯やってるところなんで。<笑><笑>さすが、かっこいいです。 あー本当長いこと撮影からまあキャンペーンも含めてなんかやっとここにたどり着いたなっていう感じでまあこんなお客さんいっぱい来てもらってあとタイガーマスクご無沙汰してますスクワの時も来てくれたもんねあよ <laughs> もうこれも全部リベンジもうスクワのなんかあるみたいだよもうデジャブみたい <laughs> ということで今日はあのたくさんのゲストがいるので今日はあのリノネのこの 美脚にみんな注目してもらえたらいいなと思っておりますありがとうございました今回は片瀬里乃さん演じる韓国マフィアのドンのマダムの息子の妻佐紀子役でございました、はい、役が決まった時はどう思われましたか はあ、そうですさっきオーディションの話が出たんですけれども本当にエレベーター開いた瞬間に小沢さんがいらっしゃったんですねさっきちょっと怖い風な感じで言ったんですけど本当に優しい方なのも知っていてで私自身ずっとミュージカルをやっていたので初めて映像のオーディションを受けたのがこのバットシティだったんですねでその中であのまあふだと違う部分を見せて評価を頂い,いてっていう場面だったので 歌とダンンスががないいっっててうオーディションが初めてだったんですよね。でその中で、まあ、何を思ったのか体を動かすのは得意かの質問があった時に何を思ったのか踊っていいですかっていう質問を私しまして、ね、いいよって気持ちよく受け入れてくださったので何を思ったのかすんごい気持ちよくなっちゃって急遽なのにもかかわらず、えー、A メロ頭からサビ終わりまでっていう結構長めの尺でお届けをしたんですね。であこれれはもう私を見せれたなと思って気持ちいい 気持ちでオーディション出たので役いただいた時にまさか受かるとそもそも思っていなかったんですねもう気持ちよくできすぎちゃったのでもうそれで結構よしっていう感じがあったんですけど、まあ、受けてた役があの今回坂直さん演じてる役だったんですけれども台本もらってからお相手が片瀬梨のさんだということが分かって本当に1回固まりましてどうしたらいいのかともう私の 最初のもので追いついていけるのかっていうので結構身が締まりましたねなんかオーディションの後に知ったことがあったんですよね知ったことですかあが俺があこれ経過、はい、が、はいうん、いやだからさあの芝居もできるし可愛い,いしってこうくどこかなと思ったんだそしたらさ <laughs> 島大輔の娘だっていうからあもういい無理無理無理なるほどは <laughs> <laughs> 大輔もうさ知り合いで仲間なのにさ仲間の娘っておかしいやろお前。どう見ても島大輔のかけらもないよな。<笑><笑>あ本当ですか。<い>似てる。やっぱりお母ちゃんの違う。似てる。似てる。え似てる,似てる。目可愛いとこ似てるもん。似てますか。目が可愛い。<laughs> リノで見方が違うから。